どうやらこそこそと嗅ぎ回ってるネズミがいるようだな。息ぴったりのステージだったよ。ではまた会おう。地震か？拠点が歩いてるのか。おっと、蚊に刺されたか。うわっ！やっほー！あ
動する時間帯ですね。現在残り3名です。さすがのリコちゃんもドキドキしてきました。簡単に優勝しちゃうなんて尊敬